はい、どうも皆さん、またこの世界へと戻ってくることになりました。大江野と申します。よろしくお願いいたします。本日実況プレイするのはこのデッドバイデイライト、やっていきたいと思うのでよろしくお願いします。早速喉がやばいですね。やっていきます。恐怖のデッドバイデッドリデッドバイデイライトやっていきますのでよろしくお願いします。いきますか。サバイバーできません、うん、パニック障害なので。私が選ぶ今回のクラーはじゃーん、この殺人鬼。まず初回は軽くリンちゃんからいきましょうか。ドクターは前回やったけどよくわからなかった。よし、ああ、え、もう集まった？早くね。乾杯。よし、顔出し DVD どうなるやろ。こいつらが本日の獲物となります。よろしくお願いします。これスイッチ行くぜ。どうする？この辺から緑色のアスとか出てきたら。ちなみに今日はヒゲも剃ってない。なんなら頭も寝起きのままだ。比較的寝癖がマシだったので顔を出している。僕の寝癖に関してはツイッター見てもらえればわかると思うけど、とんでもない日がある。よーし、昨日と同じ服、うん、だってこのまま寝たもん。顔出してかかんの？あ、お前らが騒いでくれ、忘れとったわ。お風呂は今日も入らんでもええかなって。ありがとうございます。どうも。ちょっと画面こっちやでな。うん、臭くない、臭くない。一日ぐらいなんですか本当に。串通せば治るんでしょ。あ、串探したんだけど俺の部屋になかった。こっち見て。ちら。そう、本当はお風呂入ってから顔出しするのが礼儀やったなって。どうしよう、雰囲気合わせてさ、電気消した方がいいかな。カメラにキスして。気持ち悪いよ。マイクにしようとしたし最初。これ始まんのか、あともうちょっと先っぽだけな感じになってるけど。こっち見ないで、ぷい。あれ始まるね。よし、行くぜ。プリンじゃないよ、最近染めたよ。シェルターウッチュ。右下にいるのはハグちゃんじゃないよこれ。フェイスウォーク。スワーン。一定時間敵に見つからずに透明モードで走ることができるぞ。足音よく聞くんや。大丈夫、俺はキラ、倒されることがない。お前らは倒されるけどな。どこだ、どこや。は、スワーン。え、いなくね。手綺麗、りんちゃん。俺りんちゃんやわな、俺の手映ってないもんな。発電機どっかでついてる。向こうだ、向こう、あ、向こうだ、向こうに二人いる。わかんない。あれ、いなかった今。な、いなかった、これ俺の手じゃないよ。いなかった今。なんでいないの、どこ、どこ。人がいないんやけど。な、発電機も動いてないし。感じる、そこだ。3人の人影が。お前から行こうか。くっ、行った後か。
ん？ついた今発電機なんか。発電機の裏とか見た方がいい。え、裏とかにいることあんの？そこか。この発電機誰も触らないね。ちょっと待って、なんか俺顔も一緒に動くんやけど、どうしたらいい。そこだ。まだ一人とも会ってません。開始何秒か分からんけど、まだ一人とも遭遇してません。そこか。どこ、いたじゃん今。どこにおんねん。な、いなくね。いるー。あーん、見えてる見えてる。あ、卑怯者なんやな君は、隠れたがりの。おわよいしょよいしょー。よし、さっき向こうに一人いたんだよ。もうこれだいぶ前半じゃないか。もうこいつだけ見守って一人だけ持ってたってことにしやんか。バー、どこだ。キャンプしないと不安でしょうがないタイプのキャンパーや俺は。いた。なんでそこにいたじゃん今マーク。あれ消えた。バー、そこにいた。いるいる。おいおいお前もや、二人目。逃げられると思うなよ。ちょこまか。待って待って、いる左。そこにいるね。はいずり回っとる。どこにぶら下げようか。そこがある。よいしょ、ここ。ああ、もう脱出しちゃったもんね。終わりだね。ははは。よーし。まず二人。頭まで動いてた。よーし。満足しました。お前ちゃん誰とコラボ、よくわかったな。今日コラボタグ取ってみた。よーし、
こんばんは。いやでもあの状況から2人持ってったんやったらいいでしょ。前半ひどかったし。いや負けじゃないよ。よし、サバイバーは本当にできないんだ、申し訳ない。だってあんなアヒャヒャヒャ言うやつから追われたら怖くね。俺は怖い。今日誕生日だから祝って。おーめーでーとー、誕生日おめでとう。ディズニーみたいやったやろ。よし、ちょっとごめんなさいね、僕 DVD に関しては初心者になりますんで、温かく見守ってもらえたらと思います。一回やってほしい。でさっき顔が動きすぎてた、こうやって。じゃあ一箇所見て、こうやって目でこうやって見ればいいんや。わかりやすい。ちなみに手は映ってなかったらしいな、今こうやってやってたんやけど。やっぱりんちゃんが強いんだな。よいしょ。ヒルビリーはなぁ、もうごめん、リンちゃんとハントレスしかできる気がせえへん。裏で練習する機会あったら練習しとくわ。メンヘラに凝らされるゲームは楽しかった。リンちゃん強いもんな。わかる。でもハントレスも鍛えるんや。マッチング早いぜ、今日。わ、あれか？プンレクで DVD の配信してるからか？おーし、サバ側ガクガクするリンちゃんは利用してけ。よし、練習に機会とか求めると一生しないぞ。よくわかったな。練習する機会があればって言って練習した試しがね。よし、やっていこうぜ。さっきのやつらでもさ、殴ったら発電機の裏とかに隠れて冷静やったでな。いつも赤いの追ってたのになかったから、だいぶ俺のレベルも上がってるらしい。プンレク盛り上がってんな最近はな。めっちゃ、ま、マッチング早い。正直まだ一戦目始まってなくてもおかしくない。手越しのおかげか。よくやったぞ手越し。よし、カメラこっちあるな。ちょっと待ってな。ただ画面はこっちなんだよね。まあ、横顔の方が真剣な俺が見れていいでしょう。フォロワー何人増えた？まだわかんない。よかったらフォローの方もよろしくお願いします。スプラトゥーンは8人増えてた。今なデッドバイデイライト始めて2人増えてる。ありがとうございます。よーし、まあ、まだ始まったばっかよ。エゴサしたまだしてない。もう DVD 盛り上げてくれ。よいしょしょ。ありがとうね。ふう、あ、なんか高田健士の紹介文が本当に神と呼ばれた男って紹介文書いてあったよ。神と呼ばれた男って高田健士は本当に書いてあった説明文で。ありがとうありがとう。それは高田健士ってライバー以外におるんか知らんけど。後ろドアだけど大丈夫大丈夫。なんもやんややんや。高田健士が。いる。上すぎる。くっそ惜しい。手間取らせやがって。
逃げんな逃げんな、もうハンちゃん足遅い。くそ、あいつ追いかけとったら一生終わらん気がする。あれあれおいおいおい、本領発揮や。どこに転がっている、そこか。かける場所なくない？あった。よいしょ、失礼します。斧補充して、補充する場所どこにある？補充する場所な、僕の斧どこにある？あった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 、ください。あ、間違えた、壊れた。LR と R 間違えた。おいちゃん、こっち向いて。あれ、あ、逃げてる。で、あっちが爆発したんか。よいしょ、待てー。くそ、あいつあれやりたいだけやろ。傷直してる。これどうやって登った？あいつ登ったんじゃないんか。お前は一生板を倒しておれ。で、そこにいるんだろ。じゃあの、持ち上げての、そこにある、そこにもある。よいしょ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 、セット、よーし。開け、なに、ついてるぞ。どこがついたか見てなかった。みんなどこやった？は？ん？俺の足音か。ここにいますけど。もうそんな時間、もお前だけは生かしておけん。くそー、もうこいつだけ。どうしよう。でも、どうしたらいいと思う。な、こいつだけ見とるべきやと思う。それとも、な、どうするべきやと思う、僕は。今のはケバブじゃねえぞ。
絶対にやらん、こいつは。覚えとけ、絶対にこいつは渡さん。ムカチくん、待てや、どい。え、どこ行った。残念、一人助けられてるやねえかよ。いいよ、お前だけ見張っとるわ。お前だけ見とるわ、俺。物補充してえけど、もう離れんのが怖え。あいつやっつけたと思ったのに。いる。いや、ダメだ、みんなで助けに来てる。渡さん、こいつは。見なさい。いる？おめえ助けれると思うなよ。もう一人おる。もう許されない、そんなことは。よっしゃー、こいつだけは地獄へ引きずり下ろす。悪いけど助けれないよ、こいつは。俺が向こうまで持ってくからだ。はい、残念。いいですよ、もう残り時間がないですよね。助けに戻れないですよね。な、担ぎながら殴るのってできるんだっけ。助けてる、助けてる。愚か者どもが、二度と逆らうな。と、このように。よーし。僕はやり遂げた。ふぅ。怖くないよ。優しいお兄さんです。はぁ、あ。いや、グロいのも苦手だよ。俺、チーミンの嫌いだもん。あー、声でかすぎて音割れしてる。いいね、いいスパイスや。煮からみてえな感じな。よーし。どうですか、皆さん。このテクニック。やっぱ人殺してる時が一番楽しいな、うん。殺人鬼が DVD やってみたってタイトルで爪に殴り込もう。それ多分、まあ収益化通らんけど動画として残んねえったら別に俺はそれでいいよ。あの、俺常にあの二股最高ってタイトルのゲームで収益化2つ通ってねえから。で、一部通らないが2つあるから、10個投稿してそのうち4つが引っかかってる。
リンちゃんハントレスの交互で行こうか。どうもやっぱ二股良くないな。最終回のタイトルは二股最低。タイトル変えるだけでいいのに。いや、そっちに飛び込んだ方が見るよ。よし、さあ次の獲物が集まったようだ。シュン。よし、女キラーばっか使うね。別にそれ狙ってるわけじゃねえけどな。僕パニック障害やからサバイバーやるとあのパニックになってあの死んでしまうからやめときます。気をつけます。よーし、自己紹介やってやん。やな、恥ずかい。いや本当に DVD の動画編集をな、ちょっとあのプロに頼んでみたんやけど連絡ないわ。これあのあれだよ、これスイッチ。そういう経緯もあります。よし、そのうちな世界に出たらいいなと。サバイバーやると怖いからキラーやるって思考がナチュラルに最高。え、そうなん？普通そうじゃない？だって怖いじゃん。よし、それ本当にプロだったの？まあそれで生活しとるらしい。よし、まあどうせならな。こんばんは。よしよし、さあ凛ちゃんということで目標全滅かな。70人ぐらい倒すわ。垂れ流しじゃダメなの？まあさすがに見やすくはしたいね。ああ、何ここ。俺この家のステージってわからんにやけど。苦手やな、治療シアター。なんで地図ないんだろうな。あのかっこいいポーズがさ、なんかあの足がついてるの、なんでな。なんだここは。全員凛ちゃんで一回だけ倒した。もう道が覚えらんね。後ろから来たことしかわからん。そこいるな。待て。なあ、ああいうのってさ、素直に後ろ追うべき。こっちだ。待て。お待ちなさーい。いる、近く。わかんない。もうあいつうまい。やめてよ。
前だ、前前。降りろ、飛び降りろ。え、これどうやって開けたん、あいつ。どうやって開けたんじゃ、あ、こっちや。開けてねえわ。え、開けたん、あれ。え、あれってさ、俺は開けれないけど、あいつら開けれんの。え、こんなん建物の中やめてよ。でもそこにいるよね。え？え？え？どこ行った？どこ行った？こっちか。これ足音、俺の足音か。もう分かんない。お家帰りたい。あれ、ここ壊せねえ。え、分かんない、こんな。発電機がさ、壁があるからどこにあるかわからんねー。これさっき来た俺。てやんで、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 こらこら。いやー、おい、もうお前を掴んでこもるんでもいいんだぞ、俺は。よいしょ。もうやだ、もう動いたらここに帰ってこれる気がしやん、みんな。なあ、俺多分動いたらここに帰ってこれやん、もう分かる、それだけは。ここにおってもええかな。俺多分外出したらここに戻ってこれやん。もうダメだ、不安になってる。あ、いいわ、もうこいつと心中するわ。こいつと心中する俺。そうだ、死を選べ。ちなみに出口はどこだ。あそこか。
おい、繋がってねえよな、こっちから行こうとしても。あいつ一周回りやがって。ごめんなさい、見失いました。あの血の跡が、あの出口どこですか？ちょ、見失ったんで、勘弁してもらえたらなと思うんですけど。お前ハッチ待ってるやろ。あ、ほんとや、ハッチや。あ、あれハッチなんだ。あれ、あえて飛び降りるんだ。知らなかった。あ、あれ閉じれんの？あ、あれ俺閉じれんの？知らないんです。知らなかったんです。あ、そうなんだ。あれ俺閉じれるんだ、自分で。あ、ハッチって閉じれるんだ、俺。あ、そうなんだ。あ、勉強になりました。そういえばそうやった気もしてきた。あ、知らなかったです。初心者なんで、ちょっと。あ、そうなん、ハッチって閉じればええの。ごめんなさい、知らなかったです。あ、そっか、閉じれるんか。なんかそんなんやった気もしてきた。あ、あえて飛び降りるんだね。勉強になったな。よし。ふう、プレイ時間まだ10時間いってないぐらい。やだ、ドクター。てかやっぱリンちゃんやな、とりあえず。上手くなってからにしやん、他のキャラクターは。で、それしか使えなくなんねやけどさ。さすがにサバイバーやってほしいは やらないです。死を選びます、するぐらいなら。申し訳ないけど、サバイバーするぐらいやったら死ぬ方選ぶわ、俺。悪いけど。よーし。ちなみに僕は初めてプレイしてサバイバーやって40分でこのゲーム返品しました。いいんか、売るぞ。一回返品してんねん、俺このゲーム。でもキラーならできるんじゃないかなって。アーカイブのリンク毎回載せとくか。よし。だまー、もうちょっとセットしてから出たかった、本当は今日は。また買えばいいじゃない。いやー、うん、そんなん言うても違う。成長してるかな。今やったらめっちゃうまいかも。いや、騙されない。本当に今日髪の毛がさ、この辺がくるんとなっとるのかさ、気になんねん。よいしょ。ゲームしてないときはタイミングしかねえからな。行きますか。コーヒーもあるしね。よいしょ。アイコスってやになん？これ妊娠検査薬やから。よいしょー。何してもかっこいいな。な、キラーも最初怖かったのにな、できるようになったもんな。やっぱ人間慣れないやな。でも俺は DVD は2時間ぐらいしか配信できないから気をつけろ。思ったよりヘビもやった、ドクモみたいなもんや。にゃんにゃんやんにゃ。よし。今日ツイッターで見たんやけどさ、なんか望まない妊娠をした女性が陽性反応の妊娠検査薬をた、あのメルカリで1本6000円で販売してるらしい。頭おかしいんかなって思った。うん、そういう人もいるらしいで気をつけろ。闇深すぎやろ。売れてんのも怖いわ。お、よかった、家じゃない。それその後どうすんのみたいな、マジで後先考えてない。本当にバカやからやめなさい、そういうの。アホかなと思ったから。今はそれ規制かかってんの？そういう人が本当におったんやろ。
できちゃったってできるわけやろ。ちぃ、おいちゃんも T シャツに D シャルって書いただけで売ってたじゃん。それとは違う、魂込めて僕が書きました。近い。あー怖いねー。ほら見やー、よいしょ。最初のキャンプは弱いからな。バー。それでもキャンプしちゃってるわ。まあ歩いてる音ちゃうんだ。何助けようとしてるんだよ君は。許さないよ。あれ、どっから来た俺、こっちや。彼には触れさせない。釣り上げないと体力って減らないんかな。近くにいる。ありがてよ、もう一度吊るせるよこいつ。いたよな今。今後ろいたね。俺の足音か。いや、こいつはもう最後まで見た方がいい。いた。お前も死ぬんだよここで。いいよ、こいつが死ぬのを見届けてからお前を釣り上げてやるからよ。そこに入ったのな、草むらに。なあ、あれって一定時間で回復する。あそこだ、あそこ。えい、こらくそー、もう一人いるね、近くに。どこに行ったのかな。いるよな。発電機壊してやりてえけど。こいつのキャンプは微妙か。巡回だ。いる。違うか。
違った分かんない、そういうの分かんない、どこ行った、え、なんで分かんの、みんなプレイしてないからが。くそ、怒りをぶつけろ、あ、これ壊せねえや、そそ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 、この野郎、早い、俺な、これ三人称してんじゃない？は、あ？あいつ回復してやがる。え、もう それわかんない、どうなった今な、どうなった今、終わりだよ、お前は俺と一緒に地獄に行くって確定、しゃらら、こうしたかったんだ、ずっと、ダメだよ、一緒にいるって言ったじゃない、ダメよ、終わりだよ、許すな、認めるな、風に負けるな、あ、終わったかな、さすがにダメかな、いそう、え、なあ、ちなみにさ、一つ開けると二つとも開く、こんなんわかんないよ、途中どっかでいい感じに遭遇しないと、らしいです、なるほどね、ふー、開けた方だけなんだね、前回ドクター使った、まあ微妙やった、よーし、まあ2人持ってけたしいいんじゃねえの、よーし、実力を見せつけたな、一つ
ふぅ。まあそこそこ。二人持ってけるようになったもんな。パークとかつける？サバイバーは絶対やらないのか。んーとな、心臓が止まるかもしれんでやめとんね。心臓弱いねん俺。よし。りんちゃんの必要ない？まあ単純に早くて使いやすいけど。ナース使ってみる？ナースデビューしてみる？ナースのお仕事、今日のテーマ。どれナースって、あ、ナースってどれだ。右上？これ難しいって。こいつ何ができんの？なんかつけよう。どれつけるといい？看護師の指令。隣？ま、隣？これにしよう。司教恐怖症。これにしよう。看護師の指名がいいの？これがいいの？治療中または治療を受けてる生存者のオーラを見る。へぇ。治療を受けてるやつがわかるんだ。じゃあこれにしよう。完了。これ前あったっけ？俺初めてじゃないこれ。それはあの屈辱さんのツイート内容、僕の配信に反応やめてくださいね。ちなみにヒゲ伸びてないか心配です。いや魔法陣書くやつじゃない、それ前やった。ナースコールは初心者に優しいんだ。なんか難しいって書いてあったけど。レタス二郎くん、地味だよ。よし。よし。そもそもなんで低評価をつけられてるかっていうのを考えた方がいい。自分が気に入らないものを排除してみんなをブロックしていくとそういう風になるんだよ。わかるか？付き合い方ってのがあるんだよ。なんかいろいろな、何でもかんでもブロックしてるとそういう風になっちゃうから気をつけろっていう、そういう話だよ。マジレスすると。よし。そうそうそう、だろ、意外と分かってんだろ。聞きそう。いやでもこれ一回聞いた方がいいと思う。あ、なるほどなって。よし。多分配信者で最もブラックリストを活用してない男です僕は。よいしょ。たまにするけどね。ガチのやつじゃん。まあ一応先輩としてな、言うのかんとな。ナースはブリンクして切るのが難しい。何ブリンクって。ブリーフじゃなくて。よし。あいつは反省。まあわかんねえ。でもそのスタイルが受ける可能性もあるしな。一概とは言えねえよ。ただ低評価が多い理由は間違いなくそれだ。よいしょ。ワープ、ブリンク、これは何ですか、これは何ですか。おお、何これ、何これ。あ、疲れんのかワープすると。切るのに時間かかるね。鷹の目の男。いや、そんなことや、足跡を。俺、音ちゃんと聞いてる。ナース、おっそ。え、当たんねえ、今の。わかんなくなった。そうか、別にしながら歩けんのか。あ、離した時にワープすんのか。
話せばいいんか。なるほど。どういう発動条件なんかと思ってた。バー。あ、いねえや。で、こっちに来てくれると。これでも追い詰めれねえな。よいしょ。えい。あれどこ行った。これワープ変にここで使っちゃダメだよね。追い詰めても逃げられるから。通り越すんやったらワンチャンあり。足が押せあるよね。はい。ワープした後すぐ殴れるんだ一応。なるほどな。こもらない方がいい。いるよ。なんかさ、俺やっぱダメだわ。精神的に人が追いそこにいるって錯覚してしまう。俺あれなんかもう糖質なんかもなんか見えない敵がいるっていう風に思ってしまうけど、よく見たらいないの。糖質なんかも俺。あ、今いると思ったけどさ、下の赤いゲージが見えてんのが足跡に見えてるだけなん。黒い点とか虫に見えるタイプやし俺。いいんだろ近くに。もうここまで来たら倒したい。直し、傷直してる。あいつが死ぬまでは。ミステリーやろ。ブリーングファーン。あのちょっとの隙間だけ殴ることができるってことやんな。殴んの遅っ。これ倒してかなくていいの？ああ倒したね。サバイバーで歩く速度遅いのきっつ。近くにいる。感じる鼓動。
に当たんねえ。落ち着け落ち着け落ち着け、わかった。ブリーングフーン。わかんない。でもそういうことやんな。これ俺の声か、なんか女の人の声が聞こえんねんけど、俺の声かこれ、俺の声かこれ、なんか女の人の声が聞こえる。ついてる。さっきまでここにいた。つまりそんなところにいませんわ。くそ、これって壁こいつすり抜けていける？ブリーング。うわすげえ、怖っ。弾ひゅんした今。もうちょっと突き抜けたで。ってことは、使いすぎると長くなるのかな。あれ、なんか短い。2回ブリングできるね。間違って押しちゃっただけなんやけど。よいしょ。くー、このままじゃ拉致が開きませんね。いや、いる。はい。よっしゃー、これすり抜けれねえじゃん。これ使うの難しい。あそこだ。いや2回やってもいいのか今の。あー、まあ慣れれば面白そう。慣れればこれ面白いと思う。まあまあでもやっぱりんちゃんのが強い、使い勝手はいいな。足遅えもん。これで全部やったんじゃない。スティック感度は多分大丈夫。このキャラ面白いね。配信向きやし。いやサバイバーはいかないんだけど。話聞いてました？
いやでも歩くのが遅いってのはむずいわ、単純に。ただでさ俺このゲーム下手なのに。いや使いこなせれば絶対強い、これはわかる。問題は使いこなせるかどうかや。一番それっぽかった。一旦やってみない？もうちょっとナース研究会する？歩かないってのかな、むずいよな。どれぐらいワープしてどうするみたいな。いやー、一日も明日休むことになるから、サバイバーやるとさすがにきついて。配信ではどっちが人気なん、殺人鬼とサバイバーって。まあその意見を聞いたところで僕はサバイバーやらないんですけど。思ったより下手じゃなかったと思う。サバなんだ。まあすっぽいな、確かに。じゃあそっちに、じゃあポケモン剣盾でシールド買うタイプの人間やと思ってくれれば。よーし。おいちゃん DVD 配信見ないの？俺怖くて見てやんないけど最初。最初はな。チラッと見たけど、うまいなって思って終わった。よし。うまいキラーは面白いんだ。下手なキラーは多分そっち側なんやけど。よいしょ。僕ソード買ったよ。配信ではシールドの方が実は人気みたいなさ、ありやん。みんなソード持ってるからって、そういう逆張りな。よし。多分とは、と言いますと。まあそうだね。まあそっち路線で行きたいよね。ある意味面白い。そっち路線、ある意味面白い。よし。うん、そっちでいい、僕は。フォロワーめっちゃ増えてるやん。ちなみにさっきスプラトゥーンやったのと一緒の人数や。増えてんの。あ、違うかな。10人かな。2人多いかな。いいことや。その初心を忘れるな。一発屋の芸人みたいになりそうだね。どうも、オープンレックで配信4年目でーす。いや、まあでもこれラストかな。疲れっからな。脇汗かいてるし。もう明日からウミガメ再開かな、それか。次何する？いや、ゆっくりするよ。今来たのに、あ、そうか。最近人狼やってんのやったな。おいちゃん、顔出し食えたね。いや、もう明日以降出ないから安心しな。まあ、DVD 見える人が全体的に増えてるってのはな、同じステージだ。最初俺がおった場所やん、それ。いる。まず一回落ち着いてと。んー、もっとか。これやっぱ溜めれないんだよな、ある程度白ちゃんと。行き過ぎた。ちょ、みんな行き過ぎた。なあ、これ牛が吊るしてあるぞ。
俺の予定と違う。いる。逃げ。はあ。これさ、昼物なくしてほしい。無茶な願いかもしれんけど。あれいなかったか今。さすがにナースきついな、ちょっとここ通れやんし。どこ行った。この1時間で老けた俺、この手のゲームやると一気に老ける。どこ行った。みんなで僕を遊ぶ。ここ見つかんねえ。どこにおるかわからん。いる。どこや。走って追いつけやんってのかな。相当きつい。チートコード教えてくれや。なんか今固まったで。なんで今爆発したん。時差。え、いた。どこにおった。発電機つけてたってことか。爆発したのしか見えてねえよ。なんですり抜けやんねん。もうダメだ。ナースやめて。勝てる気せえへんこれ。愚かな。あいつさえ持ってきりゃいい。消えた。え、だって発電機もついたでしょ。負けた。残ってくれたね。
一緒に二人でここにいよう、永遠にずっとここにいよう、僕たちはずっとここにいよう、二人で。帰れ帰れ、来るな。これ以上近づくのはもう一人地獄に送ることになりますが。そうだ、逃げた方が賢明だ。お疲れ様でしたー。ダメだ、おりゃ。またな。